地震結構大きかったね、文ちゃん。寝てたの、そこで。すごい。全然気にせず寝てる。ブシャス。まあ、うん。正しい選択なの、ここで寝るのは。何も倒れてくるものないけどね。すごいな。ほんと、ブンちゃん全く怖がんないね、地震とか。たまになんかレベルが違うぐらい大きい。もしかして待ってる？おやつを。そんなことない？待ってるね。待ってるね。たまにレベルが違うぐらいさ、大きい地震が来るとさ、あの周りのね、お家に住んでるワンちゃんたちの阿鼻叫喚が聞こえてくるんだけど、ブンタほんとのそーっと起きて、うちの腕の中でおとなしくお利口さんに待ってたから。え？めちゃくちゃ元気やん。めちゃくちゃ元気やん。ブブソファーの方行こう。ソファーの方行こう。ブブ地震よりよっぽどおやつの方がパニックになってるよ。ブえ遅いして、まあ、ブンちゃんはねそのままでいいよ。はい、地震になってね、あの様子を判断したり焦ったりするのは人間だけでいいからね。向こう食べる？お座りして。伏せするな？伏せするな。伏せしたまんまさ、お手できる？ちょっと難しいかな。お手。あ、上手。おかわり。ハイタッチ。それお手だね。ハイタッチ。バランス的にちょっと難しいかな、ソファーでやるの。それがもうちょっと姉ちゃんが上行く？ハイタッチ。ちょっと難しいみたいだね、ソファー。あ、いいよ。落ちたよ。ぶちゃん、お暇なの？カンタの部屋行く？よいしょ。カンタの部屋ドア開けてきてあげようか。ドア開いてないでしょ。おいで。いで。もう、ね、危険だって、ブーブー。うんじゃないよ、うんじゃ。危険いいよ、これ、ぶちゃん、道端に置くの。んって言ってるの？わかんないか。ブーの視線はね、人間より下にあるからね、つまずくことないもんな。カンタの部屋行かないブ。行かないか。カンタの部屋じゃなかった？あ、目的姉ちゃんだったよ。なんだ、うちが勉強中さ、あのカンタの部屋のドア開けるとさ、喜んで遊びに行くことやから、今日勘違いしちゃった。カマチョモードだったな。カマチョだったの。ブ満足したの早くね。ブちゃん眠いでしょ。お眠いのしてればね、ソファでお眠いのしてな、ウォーキンまで。眠いでしょ。顔から眠気が見えてるよ。うん。おやすみ。